こちらちょっとご覧いただきたいんですが、はい、共に重い病気を抱えながら県内で音楽活動をするケントミのお二人です。二人はあさって東日本大震災で被災した岩手県一関市で開かれるコンサートに出演します。出発を前にした二人の思いを取材しました。せーの、スッ、今月16日、病院を訪れたのは、ケントミこと我如古正賢さんと比嘉登美子さんです。比嘉登美子さん、49歳。9年前に乳がんの摘出手術を受けました。それをきっかけに、いろいろなことにチャレンジしたいと、空手などに挑戦。中でも島太鼓を始めたのは、同じく闘病生活を送るケンさんがきっかけです。ケンさんこと我如古正賢さんは55歳、学生時代は柔道選手として活躍しましたが、10年前に脊髄性筋萎縮症と診断されました。全身の筋肉が衰える難病で車椅子生活を送っています。そんな二人がケントミとして本格的に活動を始めたのは今から5年前。音楽を通してお互い刺激し合ってきました。しかし、トミさんの乳がんが再発。がんが肺や骨に転移する中、トミさんは演奏を続けてきました。ケントミは今月28日に岩手県で行われる乳がん患者などが交流を深めるイベントに出演します。この日、トミさんは岩手へ向かうのを前に、長女の浅野さんも一緒にクリニックを訪れました。あんまり重く、もう本人が重くないので、もう死ぬんじゃないか、どうしようとか、そんなことはもう考える人ではないので、とりあえず笑ってれば毎日一日一日生きてるなと。ケントミには家族の他にも多くのサポートスタッフがいます。今回岩手にも同行する看護師の町田さんは、どんな人、とにかく生きるのに一生懸命ですね。もう6箇所にも転移している状況で、バチを持つといつ骨折れるかわからないという状況、そういった体を持っていながら、なぜそういうふうにできるのかなというのが、とても本当にもう自分にないものを持ってる、だからある意味すごく魅力なんですよ。もう自分だけのことを思ってたら多分死んでたかもしれない。だからやっぱりよく私言うんですけど、生きてるんではなくて生かされてるんだねっていうのはすごく感じます。多くのサポートに支えられているトミさんですが、その中でも一番頼りになるのがケンさんです。家族を超えたい人じゃないかね。どうしてもあるし、もしね、例えば夫婦だったとしたら夫婦ではできないよね、この関係は。一つの目標を持ってるから、今これに向かって一緒にこう上がっていってる。がんが再発し、10年間の生存率が 8% と言われておよそ5年、少しでもがんの進行を遅らせようと、主治医の宮原さんと二人三脚の取り組みを続けてきました。その入るために10年私生きたよと、ね、入るために、選択してるわけ。幸いにその間、ね、長くすることによっていろんな新しい薬、それからいろんな有効な薬が、いろんな有効な治療法が出てくるでしょ。それを、挑戦ですね。気力が大事なんです。それは危険を犯してる、犯してますよ。だからそこが彼女の生きる道だから、ね、それは頑張ってもらっていく、そういうことです。だから大変です、方は大変です、でも大丈夫、ね、周り見たらあんだけサポートしてるよ、大丈夫、ないはずがないでしょ。
演奏旅行を1週間前に控えた21日、読谷村で壮行会が開かれました。壮行会では、県内の乳がん患者の団体が、下地の患者のために作った帽子を県富に託しました。今回、この岩手の話を聞いて、それだったらタオル帽子を作って持って行ってもらおうということになりました。でこのタオル帽子は抗がん剤で治療中で脱毛した方のための帽子なんですけれども、ここにはそれは通気性を良くしようとタオルを作って作られた帽子。それにはユイマール、チムグクルなど沖縄からのメッセージが込められています。お願いいたします。頑張ってね。ミニライブではコンサートで披露する手話の練習も行われました。一番届けたいメッセージは、私たちですね、やっぱり、ね、被災地に行って本当にまあね、自分たち大きなことはできないんですけど、今僕も、ね、車椅子、トミーもこうしてがんとですね、本当に戦いながら本当にまあね、でも受け入れて、この沖縄でやってるこの姿をですね、ただ向こうにただ見せに行くだけです。その被災地の皆さんのこの意気込みというのかね、この強さ、それを逆に学んで沖縄に持ち帰って、そしてまたこれからのね、県民活動の中でもそれを生かしていけたらいいと思いますし、自ら難病と戦いながらも周囲で応援してくれる人への感謝の気持ちと謙虚さを忘れない県民は、ユイマールの精神を胸に明日岩手へ向け出発します。闘病中のお二人だからこそ伝えられるメッセージありますよね。すごいパワーを感じますよね。生かされてるっておっしゃってましたけど、やっぱりしっかり生きてますよね。お二人 VTR にもあった手話を交えた曲で大丈夫よというメッセージを届けたいとお話になっていました、はい、コンサートはあさって岩手県一関市で開かれます。では次のニュース